ハート・オブ・ナンバーワン。このコーナーは合言葉はエブリデイ・サンタクロースの齋木甚クリニックの提供でお送りします。今日もとっても素敵なお客様です。今日のゲストは齋木甚クリニック院長の齋木豊院さんと、そして、アーティストでいらっしゃいますJiinoさんです。それではまずJiinoさんってどういう方なのか、まずこの音楽をお聞きになっていただきたいと思います。なんてしょうもないもんは存在しちゃっていいな。心の好きや同情心なんて見せた途端にデッ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 、一瞬先は海の中、子供だろうが容赦なく表情してるわ、意味変わりなんて贅沢なもんをしない。それも愛じゃ、それの愛じゃ、君の愛じゃ、愛じゃ、それも愛じゃ、それの愛じゃ、君の愛じゃ、愛じゃ、ウォー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 。貯金や未来の心配ばかりしてら鬱にもなんだろう。俺の持ってる財産といえばこの誇らしげな怪我は一つ、こいつ一つで俺様の命と家族を守り抜くのさ。バースデーケーキの代わりだって他人の命をゲッ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 、それも愛じゃ、それの愛じゃ、君の愛じゃ、愛じゃ、それも愛じゃ、それの愛じゃ、愛じゃ、愛じゃ、人のように笑い合って生きたい、人のように愛し合って生きたい、それも愛じゃ、サメの愛じゃ、地球の愛じゃ、愛じゃ、それも愛じゃ、サメの愛じゃ、地球の愛じゃ、それも愛じゃ、サメの愛じゃ、地球の愛じゃ、愛じゃ。悲しみなんてしょうもないもんは存在したって意味がない。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞお座りください。はい、ありがとうございます。Jiinoさん、今の曲は何ていう曲ですか？ライオンのつぶやきっていう曲なんですけど、動物の視点からこう人間に向かってこう文句を言ってる歌なんですけど、なんかすごい声量で、もうギター上手いですね、めちゃくちゃ。ありがとうございます、ね。今の佐々木先生にもお越しいただいてるんですけども、佐々木先生、Jiinoさんと佐々木先生のつながりっていうのは、はい、私ちょっとハテナなんですけども。そうですよね、はい、1年ちょっと前ですかね、の、はい、クリスマス会に、ぜひ、体が動かない時期があった方で、はい、ギターを一生懸命やっておられる方が おられると、で、そのリハビリを非常に頑張った方で、きっと先生のクリニックだったらそういう方もたくさんおられると思うので、ぜひこの方どうでしょうかという、ご紹介がありまして、それだったらぜひ来ていただきたいということで、お会いさせていただいたという次第です。そうですか。ジーノさんの、アーティストということで歌手でいらっしゃるんですけども、はい、今先生が言われたように何かこう病気か怪我かなさったわけですか？そうなんです。もともと全く今と真逆の、プロのキックボクサーだったんですね。キックボクサー、はい、家がジムだったので人を殴ってお金をもらってたんです。そうなんですか。キックボクサーから歌手へっていうのは、もともとすごく音楽に興味あったんですけど、
でもやっぱキックボクシングやってる時はもうそんな時間もないので、うん、でそれで19歳の時腰を手術してしまって、それの後遺症から、23歳の時に首を大けがして、で2年間寝たきりになってしまって、10年ぐらいリハビリして、さあそろそろ本気で歌うぞ って復帰して、でその時先生のクリニックで歌わせていただいたんですよね。そうだったんですか。そういうつながりだったんですよね。そうなんですよね。確かあのお話の中で東北支援を先生ずっとしてらっしゃって、JIINOさんっていう方の名前は私も何回か聞いたことがあるんですよね。あ、本当ですか。はい、あのJIINOさんで、あのJIINOさんですね。いらっしゃいますよね。はい、僕ずっとあの7年間アメリカに行ってまして、はい、そこでちょっと音楽やってたんですけど、その時はあのヒップホップだったりとか、うん、R&B とかそういうバンド、あ、黒人の中たった一人アジア人でバンドを組んでてやってました。じゃあ魂の叫びっていうかソウルですか。ソウルの音楽が大好きですね。そこになんか日本語も英語も関係ないと思ってるので、うん、心のある音楽が好きです。はい、で行かれていかがでしたか。アメリカの中に飛び込んでこんな問題児の日本人もいるんだ。どんな問題児なんですか。いやもうなんか結構アメリカの人って結構クレイジーだったりとか、うん、こうやりたいことをすごくやって、こう自分の達成したいことに対してはもうすごい貪欲にやるんですけど、僕も負けじともう毎日ライブハウスに通って、はい、上手いやつのこうギターの手元をずっとビデオでこう撮ってて、おかしな日本人がいるぞっていつも言われてました。あ、それで今のギターの上手さが出来上がったんですね。あんま上手いかどうかわからないんですけど、うん、すごい好きですね。心が解放されます、うん、解放されますが、はい、で日本に帰ってこられて、はい、まあ、怪我をして、はい、ね、大病していろいろこうリハビリする中で、はい、でも素晴らしいですね。ギターが弾けるようになって歌が歌えるようになって。本当そうですね、うん、もうあの手も歩くこともできなかったので、だなんかこうやってもう移動していきなり歌えるなんて幸せだなと、今日もずっと車でスタッフの方と話してたんですけど、本当感謝してます。ありがとうございます。やっぱりそういったあの体験があったり、はい、いろんなそんな思いがあるから歌の中にも素晴らしい思いが全てこう現れてきて、人に感じさせる歌になってるんかなと私は思ったんですけどもね。ありがとうございます。なんかそれを忘れないで死ぬまでずっとそうやって歌っていきたいなって思ってます。今日初めてね聞かれた方もいらっしゃると思うんですけども、はい、私あのホームページの中で、はい、JIINOさんが、局に到着されるまで夜空っていう曲を聞いてたんですけども、はいはい、ありがとうございます。本当にあのいいですね、胸にジーンときて。本当ですか、ありがとうございます。特にあの恋をしてる人なんかいいんじゃないですか。そうですね、うん、あの曲はすごい人気がある曲ですね、はい、でJIINOさんは今はどういった活動をされてるんですか。まあ、都内中心に、ライブをして、で夏とかは結構全国回ってライブをするんですけど、はい、今ずっとレコーディング、今1ヶ月半レコーディングをしてまして、はい、あの売れるための準備をしてます。あ、新しいアルバムまた出されるんですか。アルバムの前に今、事務所の方たちとレコーディングをして、うん、ちょっと今どうしようかって会議をしてるところです。どうやって売り込もうかって。あ、どうやって売り込もうか、はい、で今回は福山に来られたのはどういったきっかけなんですか。今回はあの佐伯先生が僕のことをアーティストとしてサポートしてくださっていて、うん、今日はその話し合いだったりとか、あと反省会だったり、はい、お前ここ下手なんじゃない。そうなんですね。いや下手とか言いませんけど、いやまあ今日はあの要は一番彼がこちらの方でもこう活動しやすい形をどう、うん、持っていくかということが一番の、うん、まあ、話し合いのポイントかなと思います。だってあの佐伯先生もアーティストですからね。そうです。あの歌うドクターですから。そうです。演奏するね。そうです。で先生から見てJIINOさんの魅力っていうのは、あのまずジャンル的にあまり僕はあの聞いたことがないと言いますか、うん、ちょっとこうジャズが入ってたりとか、まあ、さっき言ったヒップホップも入ってますし、はい、まあ、ポップスなんかなと思えばソウルな部分もあったりとか、うん、こうジャンルをこう一つに絞れないですけど、なんとなく聞いたらJIINOの歌っていうのが分かる、そういうものだと思います ね。だからあの多分他にはないタイプの音楽だと僕は思ってますので。なんかすごいですね、声量もびっくりとしました。あの水泳やってるんで。あ、そうです。水中でずっと歌いながら
泳いでるだんだん周りの人がいなくなっていくっていうすごいですね。まあでもせっかく福山に来られたんですから、はいはい、この福山も第二のふるさとと思って、もう本当そう思ってます、大好きです、うん、ね、福山のライブハウスとか、はい、もういろんなところでいっぱい演奏して、はい、そうですね、福山の皆さんに聞いていただきたいなと思います。そうですね、はい、今聞いてるライブハウスのオーナーの皆さん、ジーノさんいかがでしょうか。よろしくお願いします、ありがとうございます。ぜひレディオミンゴの方に、お電話いただければ私がお伝えいたしますので。ありがとうございます、ね、まあ、これからの活動はどういうふうにしていかれますか。とりあえず、今全国回ったりとか、うん、いろんな人に音楽を聴いていただける機会が増えたので、はい、今はもうヒット曲を書いていろんなお世話になった人に恩返しをする、それしか考えてないです。そうですね、そうですか、はい、じゃあ最後に福山の皆さんにどうぞ、はい、これから、広島福山でどんどん活動していくと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。佐々木先生からどうぞ。いや、本当に一度足を運んでいただいてそのライブを見ていただければ、うん、まあ、彼の、うん、素晴らしさというか、純粋さもあるんですけれども、そういうところと人柄とやっぱりその音楽を聴いていただければなと思います、うん、百聞は一見にしかずじゃないですが、まあ、見ていただいて聴いていただいて感じていただければ、僕の言ってることも少し分かっていただけるかなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ジーノさん、こんなに応援してくれる方がいらっしゃるという方もものすごい幸せですね。本当ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。斉木仁クリニックは東北復興を応援しています。今日のゲストは斉木仁クリニック院長斉木豊院さんとシンガーソングライタージーノさんでした。ハートオブナンバーワン、このコーナーは合言葉はエブリデイサンタクロースの斉木仁クリニックの提供でお送りしました。